浜田聡さん、はいはいえー、NHK と参議院はみんなの党会派所属、浜田聡でございます。えー、委員の皆様には、えーとまあ、少数会派である我々にも、大会派と同じ質問時間いただきまして、誠にありがとうございます。あと、参考人の先生方、本当にお忙しい中、貴重なご意見をお聞かせいただきまして、ありがとうございます、えー。せっかくの機会ですので、私から3人の先生方に質問させていただこうと思います。 まずですね。土山先生にお聞きしたいと思います、えー、先生自身が特に尊敬する議員についてお聞きしたいと思います。あのまあ、先生のですね。いただいた資料にはですね。まあ、議員議員の政策力、政治力などのまあ記述もありましてですね。あのま、あと先生、学術活動と合わせて政党のブレーンとしてもあの活動されているのでは？と。 思います。まあ、これまで数多くの議員と接してこられて、まあのまあ、数多くの選挙も見てきたのではないかと思います。で、まあ、そこでお伺いしたいのですが、まあ、個別の名前については挙げなくて、けまあ挙げても挙げなくても構わないんですけれど、まあ、先生が尊敬する議員について、まあ、その理由とですね、あともう一つ、議員になるためのたった一つの条件、選挙に通ることなんですけれど、まあその議員が、えー、行っている特徴的な選挙的 選挙の手法、ここで共有しておく、あここで、この場でですね、えー、共有して、ぜひ多くの候補者がやるべきだと思う選挙手法などあれば、ご教示いただきたいと思います土山参考人。はいいあ,ありがとうございますあの そうですねあの尊敬する議員の方というのはそのすごくたくさんおります。で特にですね私あのいろいろな議員の方とのお出会いではですね全人口の龍谷大学の時にしておりました自治体議会の一般質問に関する研修でそうなるとですね党派を超えてわが町を良くしたいというお気持ちの方はたくさんおられるわけですね。でそれぞれそれがお上手な方もあ,のあまりお上手でない方もおられますがそこではですねやはりわが町を良くしたいという気持ちが がですね、あの感じられるるところがあるとでなのであの時々ですね議員になりたくて議員になられるのかなというとこと方との出会いもあったりしますがそうではなく議員になるということはやはり我が町のあるいは我があの県の我が国のです、ね、この課題に対応したいこういう困りごとに直面してる人のために何かをしたいという気持ちがあるででそのことはです、ね、まず動機としてあります。あの地方自治治法にはは、ね、政治家ととして議員はどうう動くかというか いいないわけけですけれどもしかし現場のところでは政策課題に対応するということをですね目的にしてあの上がってこられる方が同時にそれと同時にですねやはり今の私たちの社会の前提としてその人が良き市民であるという市民性を持っているかというところに多くなると思いますなぜ議員やあのいろんなことの,その例えばこのコロナに関しても入院をめぐってですねあの任意の配慮がされたのではないかという議論があることがありますななぜ問題になるかそれは市民性を持って 市民性というのは何かというとあの目の前にやってくる何、ね、かあのよくわからない感じの,です、ね、あの人とです、ね、自,民自分がどちらが市民として偉いかということは意味がないわけですねあなたも私も同じ市民ですよねというところになるわけですそうした権力,をあの権力を持つ立場やです、ね、何かの権限を行使するという立場にありながらもです、ね、その市民性あなたと私世の中にいるいろんな人と自分は同じ存在であるという 市民性を忘れずに、しかし、その困りごとに寄り添うという活動をしておられる方をですね。私はあの尊敬しております。はい、というところだと思います。また、あの一方でやっぱりその政策課題をあの目指してくられるのであるので、先ほどの ebpm でもないですが、様々なデータやファクトに応じて政策を分析して問題提起をする。 ということが議員の方にどなたにも必要なのではないかその問題提起で社会をつないでいくそこに公共というものが現れるのではないかと思っておりますありがとうございました浜田聡さんはい、あのありがとうございました今後の参考にさせていただきます次に稲継参考人にお聞きしたいと思います危機管理時の対応でですね特に大規模自然災害時の危機管理能力の強化についてお聞きしたいと思います あ,のあらかじめいただいた資料にはですね広域連携による改革の推進についての記述がありましたで、まあ、大規模災害というのはその,その名の通り大規模で被害をもたらしますので、まあ、広域連携というのはやはり意義があって、まあ、その効果として、まあ、災害時の危機管理能力を高めるというのはあご指摘通りだと思います、えー、ただですね、まああのでまあ、今後このような観点からですね長期的に 適切な改革がまあ進むことは望むとともにですね一方で大規模自然災害というのは突然やってくるわけですねでまあ不吉な言い方かもしれませんがまあ今日明日にでも南海トラフ巨大地震などがまあ発生する可能性もあるわけでございます、えー、そこで先生にお聞きしたいのが先生、えー、まあ Dx 会議委員などまあ各自治体で務められたと聞いておりますしあといろんな自治体見てこられたと思います。えー で、まあ,あの各自先生が見てこられた自治体で、まあ、この点は大規模自然災害へ備えた対応として評価できる。ぜひここで共有しておきたいポイントなどありましたら教えていただきたく思います。稲津参考人はい、ご質問ありがとうございました。えっと、先ほどあの稲城市長からご紹介ありました。大規模災害時の応援職員の確保システム。まあ、これをあの作成するときのあの総務省。 の研究会の座長をさせてていいたただいてもおりました当時は東日本大震災発生以降ですね、どのように人を優遇するのかということがとても大きな課題になった、姉妹都市で派遣するということはあってもですね、全国市長会、あるいは全国町村会を通じて、あるいは全国知事会を通じて、どのようにやるのかということがまだ確定していなかった時期でございます。それを踏まえてですね、熊本地震のときにある程度、 熊本県内の自治体から派遣するとということあ失礼九州域内の自治体から派遣するということ、それから全国知事会、全国市町村会の全国市長会のスキームで派遣するということはあったのですけれども、しかしながら、それでもまだですねリーダー的な役割をする人たちの部分が欠けていたということで、先ほど申し上げた応援職員確保システムを検討する研究会が設けられました。でこのの熊本地震の、まあ 教訓を踏まえてです、ね、その後、都道府県と、都道府県内の市町村がセットになって派遣される。 つまり、四十七の部隊と、それから政令市二十の部隊、六十七のチームを作って、そして緊急時にそれを派遣する。というそういう仕組みが、今、はもう出来上がっております。で、そこも踏まえた、さまざまな検討で、やはり熊本県は相当ですね。議論を進められたというふうに、私は承知しております。まあ、今の蒲島知事もそうですし、その部下の、まあ、さまざまな危機管理官、いらっしゃいますけれども、相当。頑張っておられるし。 熊県の政令市である熊本市もですね、相当その部分について、えーまあ、議論を積み重ねてこられました。えー、熊本地震の時のさまざまなですね、記録を相当綿密に、相当緻密に残しておられますので、それは今でも皆さん活用できると思います。さらにですね、熊本地震の時には DX がすでに始まっております。これは、えー、独立行政法人のですね、えー そのツイッターがさまざま飛び交うときのその情報を集めて、どうやって緊急援助隊に、あるいは自衛隊に情報を渡すのかという、そういう仕組みをですねそのときに初めて作られ、そして実用化されています、でそういったことも含めて熊本地震の教訓というのは、でさまざまな自治体が活用できるものだというふうに考えております。ありがとうございました濵田聡さん はいありがとうございますあの熊本の事例であったり今後のあの SNS に関するお話などあの今後の参考にさせていただきたいと思いますえ最後に高橋稲城市長にですね稲城市における まあ、先ほどの話と引き続いてなんですけれど、大規模自然災害時に備えた準備についてお聞きしたいと思います。あの、現在3期目ということで、あのこれまで数多く達成できたことがまあ,あるとともにですね。一方でまだ整備を進めたいと思っていることもまあ,あるのではないかなと。 思いますでまあ、先ほどの意見表明ではです、ね、大規模災害においては、広域支援の有効性について言及がありました、まあ、繰り返しになりますけど、私も同意して応援したいと思っております。まあ、長期的な試験では、そういう準備を、ね、進めていく必要があるとともに、まあ、やっぱり突然訪れますので、えーまあ、現時点で進めておられる対策というのも、まあ、あると思います。 で、まあ、そこでぜひお伺いしたいこととしては、稲城市における大規模自然災害対策として。まあ、すでに行っていく、行っていることと、まあ,あ、と、今後行いたいことなど、ここで共有していただければと思います。高橋参考人。まあ、あの、私も市長になって11年でございますけれども、まあ、当初のせ。あの、選挙公約でも、一番大きな柱としては、まあ、東日本大震災の発災直後でありましたから。 大規模災害対策ということでありまして、これまで人口規模9万ちょっとの市でありますけれども、消防本部を単独でやっていると、とその単独でやっていることについての賛否、いろんな意見もありましたけれども、やはり即応性、そして 指揮を取れば一瞬でこう動いてくれるものを、その単独で市の消防本部を持っているという優位性はあるんだろうと思いますので、これを進めるためにです、ね、第1期目の選挙公約としては、その文書、出張所、もし仮に消防本部は1個ですけれども、消防署自体が潰れちゃった場合、バックアップがなくなってしまうと。 いうことでありまして、われわれの人口規模ではなかなかその出張所までは持っているところは厳しいのかもしれませんけれども、あえて2か所目の消防署、えー、出張所としてまあ立ち上げて、まあ、出張所といってもかなりの規模で、えー、本所が潰れた場合にバックアップになるような敷、えー、台を入れたものを作って、ですねこれでまあ備えたというのが一つの準備であります。ま、えー、また、えー、消防防本部の中にこれまであの防災化 というのはあの各市ではあのほとんど総務部とかそういうところにあるものでありますけどもま稲城市はこの消防本部を単独で持っているということの優位性をま活用するためにですね稲城市の防災課というのは消防本部に置いておりますしたがって24時間365日必ず人が張り付いているということでありますま大規模災害が発生したときあるいはあの台風災害とかで急に 参集が必要なとき、おおね私から指示をすれば、5分後には災害対策本部が引けるような状況になっています、このようはかなり単独で持っている優位性なのかなと思っておりますが、さらに広域での相互応援協定ですね、災害時の相互応援協定を増やしております。 これまであの稲城市の姉妹都市というのは北海道の大空町、目満別空港があるところなんですが、こことあの広域支援ということで、災害時の応援協定を結んでおりました。まあ、私自身はかつてはあの広域支援というのはあんまり疑問だったわけですね。あまりに遠いとその大規模災害の時に果たして駆けつけられるのかどうかということがありましたが、阪神・淡路大震災、あるいは東日本大震災、こういったものを経験すると、 近隣ではですね、大規模災害の場合、近隣は全部潰れちゃうんですね、ですから、被害のない広域、遠いところから支援を受けた方がむしろ有効だということが気づきまして、まあ、その後、えー、姉妹都市、有効都市、それを増やすとともに、ですね広域支援のところを、まあ、例えば長野県の野沢温泉村であるとか、福島県の相馬市、あるいは、えー、そういうところを増やして、最近で、ね、は岡山県の総社市とも、 応援拠点を結びましたけれども、この広域で相対で支援をしようという約束をするところを少しでも増やすということ、さらには、これは全国商会での取り組みですけれども、対抗支援、広域支援ができるようなネットワークを作っていく、まあ、ありとあらゆるルートを作って、えー、受援訓練も備えております。あの応援するだけじゃなくて、えー 救助隊ですね、それを受け入れる訓練などもして備えているというようなことが対応しているところであります佐藤さんあの大変参考になりました、あのまあ、消防本部単独の話であったり、防災課の話、そしてまあ広域支援の意義について、あのまあ、私も改めてあの大変勉強になりました。どううもありりがとうございまました、えー、これで質問の方終わります